昨日も来ましたけど、はい、昨日楽しかったんでおかわりしちゃいました。あ欲しがり屋さんですね本当に。しかし残念なお知らせがあります、はい、たった今なんでしょう。マエケンのロットが折れました。マエケンさんご重症様です。マエケンさん悲しいっす。本日釣りできません、ね、昨日釣れたんでね。お釣りの方はいいんですけど、はい、そんなことは問題じゃない。問題今日はみっちゃんとみたこくんの闇を本当に暴いていきたいと思います。ぶっこんでいきましょう。じゃあ今日はもう待ち目の時間迫ってますので、はい、そろそろ行きましょうか。はい、アジじゃないと思う。アジだったらそんなにすごいよ。こんなでかさ、うわ、これバリでかいと思う。そう。え、なにこれ。うわ、あ、あーや、や、やった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 びっくりしますよ。はい、ねね、この何で釣ったかで多分びっくりします。これアジ狙いとビビるよ。びっくりした今、ね、1投目やった ね元気残ってないね。あ、もう丸飲み。待って、中にもしかしたらあるかもしれない。あまりにも美味しかったんや。ねえ、あるある。見て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 、おお、がっつり入ってます。これ何ビームと思いますか。おお、原型見せてあげて。元に元ある。原型ね。これは何でするかというと、はい、ででえ何ですかこれ。え、知らないんですか。今、ま、か話題のまさか知らないんですか。地球ね。そう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 、地球グミグミグミ、いや、プラネットグミ。ネイチャー。やっぱすごい、このイキプラス、ね、地球グミプラス、うん、ミッピ、この3種の神器。よくさっきから言ってるよそれね。神器神器自分も神だと。そして後ろで何か連れてますか。それは置いていて、ビッグスワップも分けてらんないですよ。キャップ、タモだ。タモタモ。おー、ビッグスワップの人間。俺の方がでかいやつ。サイレントフィッシュ。俺の方がでかいよ、ね、ありがとうございます。でかい、でかい。85センチぐらいですか、ね、85。味神が豊かな間違いない。やめろやめろ、嘘はつかない。やめてくれ。嘘もつくことあるだろ。いつの間にか夜になってるじゃないか。カメラトラブルがございますね。悲しいっすね。本当に周りは闇になっております、はい、本当の闇を暴けるかもしれません。暴きましょうかね。ましょう。それではもう真面目の時間過ぎてますけども、真面目終わっちゃったんでね。はい、ここからじゃあジグタン、ナイトのジグタンで、はい、さあ、生島アップメンバー仕切り直しですけども、どうですか。昨日結構ね、パンパン釣れたんですよ。おお、いや、昨日の話はいいですよ。いや、今日も釣れると思いますけど。おお、頑張っていきましょうか。あ、トシー、はい、ヒエード、トラブって、はい、1匹釣れたんですよ。おお、22年初の尺アジ。おお、おめでとうございます。しかし、取れていない。今からじゃんじゃん釣りますよ。そうですね、仕切り直してまた釣っていきましょう。まあ、りんたこチャンネルの方の取れ高終わったんで、ありがとうございます。いや、取れすぎちゃった。やっぱりりんたこさんだったんですね、さっき。りんたこチャンネルにちょっと憧れてですね、はい、なんか軸でのも恥ずかしい。YouTube なんて始めちゃって。あれ、りんたこさんではないっていうことですか。いや、違いますね。好き続けますね、嘘。いや、違う違う、さっきのくだり全部消えてるから取り直しに。お、お、来ました。ファンがダブル。りんたきさんやね。りんたきさん、りんたこやね、りんたきや。りんたきさん、りんたきさん、フィッシュ。りんたきさん、フィッシュ。お、ダブル。おお、すげえ。りんたきはいい味を釣ってしまった。りんたきみっこ。りんたきみっこ。ありがとうございます。そっくりさんのお二人。あ、いいねいいね。似た味をこう二人で。さっきリリースしたやつの方がでかかった。ほんと、いや、そう思った。さっきリリースしちゃって、これもうちょっとでかいの釣れるやんとか言ってた。じゃあ分からなくなってくるんで、感覚が。もったいなと思いながら。感覚おかしくなるであれね。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、ますみっこさん、フィッシュを。そして、おー、おめでとうございます。ファンファン、やったー。
はい、おめでとうございます。今どんな狙い方やってますか？今のはね、はいはい、こうね、スロー巻きに加え、はい、ツンツンってして小さいあたりを取っていく。うん、分かりやすいっすね。そうするとこうやってね、おお、ヒットするわけですよ。マジバナだったんですね。そうなんですよね。やっぱり小さいあたりを取ってこその釣りなので、はい、してそれにはやっぱりノイズの少ないリールをね使わないといけない。出ました。はい、そうですね、こういったね22インチストーンとかね、いいんじゃないでしょうかね。おお、はい、じゃあ僕リンタキですけど、ね、リンタキさん、いや、いい味釣れましたね。おめでとうございます。大丈夫です。どんな狙い方してるんですか？いや、もうね、ホールで食ってます。あ、じゃあもう特に投げて落としてたらブインって引っ張る。なんか今日は説得力がありますね。おかしくないですよ。お、ダブルヒット。外れないでくれの願いは届くのか、トシ。来た来た、オッケー、よかった。 おめでとうございます。わーわー、引く先並みに引いております。40近いんちゃいますの？これでかいよ、ちょっと来たよ、タコに。まずだね。うちのカメラマンはカレーパン食ってますね。咀嚼中なんで。ほらほらほら、あ、でかい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 。でも40、でかい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 、でかくね？でかい、でかいやろ。なんか全てがでかい。そして、こいつよ、こいつ、こいつ、お前カレーパン食いながら撮影してるんだよ。あー、ミッキー。カレーパン食いながら撮影してるんだよ。ほら、今のうちミッキーがヒントしてる間に。こちらの裏でめっちゃうまい。わちゃわちゃしてます、ミッキーの。おーおーおー、お母さん全然違うね。ちょっと待って、どんなよ。やっぱさ、これが、これでもでかいのにこっちやばい。いや、おかしいやろこれ。それで測ってみましょう。それでどん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 、こちらが食ないかね、やっぱミッキーさんの味。みっこさんの味は 28.5。 いや、でかいよ。ということは、これガーグリップつかめないやん。どん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 、うわ、りんたけさん、りんたけさん38。りんたけさん、りんたき、りんたけさん3パチですね。3パチです。すげえ。ほら、足紙ちょっとそれ尻尾伸ばして、うん、もっと。まあ3パチですね。まあ、やっぱ3パチですね。あと2センチ、うん、え、大きいの釣ってもらって。可能性あるやん。そう、可能性がある。まるで自分が釣ったかのよ。なんでおめえがドヤ顔しとんねん。でかい。ガミ、ヤマ、どんなんや。ありやす、ありやす。素晴らしい。さっきさ、全然釣りつらかったよ。それで、針がなかったね。あるある。釣りすぎて、こんなことないよね、このジグヘッドがさ。打ち曲がるすごいよね。初めてよ、こんな経験。でも釣れちゃう、こうやって。わお、わっしょ、あ、違う。え、どうも。リンタコチャンネルのカメラマンの味がみやってます。あ、おめでとうございます。はい、カメラマン主任。カメラマン、おーおーおお、あのあのカメラマン見てよ、この構え。もうやってるから。あ、やってる、やってる。おめでとうございます。ありがとうございます。口がちょっとね、あんまり良くないかも。楽しい。くれすぎよ。いや、行っていいわ。今投資やん。流しててこなかった。すごい。もうね、ミキは味まで優しい。イエーイ、いました。巨匠さん、巨匠、すげえ。いいタイミングで入ってきますね。いい、やった。全部尺ぐらいやもんね。うん、俺の方がでかいんじゃない。いや、俺の方がでかいんじゃない。いや、いい。シンプルに楽しそう。みんな嬉しいね。楽しんでます。いやー、ヒッチアップとして一回とした甲斐がありますわね。どの口。どうすか、向こう。マイトを釣れてます。アベレージ尺がマイトを釣れております。向こうプロでしょ。プロ。いや、そっくりさん。そっくりさんにしては可愛くね。でもアジの方が可愛いって前言ってましたよね。ああ、俺はね。あ、失礼、極まりね。そこら辺の女よりやつだ。そこら辺の女より可愛い。いや、だってピッピー控えめに言ってもめっちゃ可愛いよ。みんなさ、みんなそう思ってますね。なんかこちら毎頭釣れてるっすね。いや、もう毎回釣れますよ。これ30。おお、すごっ。太ぐらい。
嘘、そんなある？多分ね、伝わらんちゃんね。大きい大きい。これらもなかなか。なんかちょっとこれタイプ違わん？いや、違わん。違わん。違うね、なんか、ね。ちょっと細いよね。うん。こんな。まあ30ぐらい。31。これは？あ。これ30。そうやね、同じぐらいやっちゃう。30.5、31。毎回尺足だよね。ね、なんかおかしくなるね、もう。わかりますよ、くーちゃん。なんですか、このサイズ感伝わらんっていうのに、多分俺らのようにゲットした方がいいかなと思ったりね。ねえ、なんかもうおかしくなるよ。アドレンジがでかくて大体尺なんだ、ほんと。お土産は十分するんだね。ねえ、アジと思ったらこいつでした。まあいい、口の中見て、キビナゴ入ってますよ、やっぱ。おお、ほんとだ、キビナゴ。そして接岸してるな、これ。え、なにこれ。そこあるやん、多分、うん、これは40あるかもしれん。来ました、ビッグウィッシュオン。ビッグウィッシュオン、イキ。えいー、ナイスタモン。いい味だ、いい味だ、こりゃ。これはいったね。これはいいで、これバイヤー。マジでバイヤー。いやいや、カメラマンがちょっとうるさい。濃いな。ちょっと濃いな。いや、関東の方の人よね。関東の方の人。いや、チューブです。チューブの方。ああ、そうか。ドロソースみたいな。誰がドロソースやバカだろう。やっぱ40超えちゃうね、絶対。斉藤さん、はい、やりましたよ。これ絶対40。うわあ、ジャンボ。いや、40超えてくるこのなんかグイギーを。おら、超えたろうこれ。なるじゃん。来た。あー、来たやろ、ほら。じゃん。40.5。はい、40.5。おめでとうございます。スーパー持ち。コスメか、その持ち方。聞いといて。いい。フューチャー。30。ごめん、出て。ダンサー。え、まさかダンサーのダンサーっすよ。ダンサーのダンサー。いいね。スタボ待ってたら私もかけた瞬間違うね、これ。そう、それに生まれるかけた瞬間、うわ、全然違うわ。巨大な木を、ね、投げるみたいな映像をね。それ、え、アジ、これアジっしょ。アジ、みんな引くの。ダンちゃん全然違うよ、かけた瞬間からの。そうゆっくりいいよ、スタボにゆっくり。もうタモマン溜まってますから。はい、息のタモマン、私が。うわ、間違いない。安心してください。俺のタモやけど。タモ持ってないよ。ありがとうね。これいったんじゃん、ね、そんなにドラグ緩くないんやけどね。大事大事。これかいな。これは40いっとる。マジでいっとる、いっとる。さっき38釣った時も全然飛んでなかったよ。うわ、これは未知の引きやわ。マジでこれは今までない。だって浮いてこんもん。25ぐらいのバリ滑って。100メガルでもこんなん引かんやろ。重いもんね、40って。うわー、ブリみたいな。いや、青物風に浮いてきましたよ。旋回してますよ、この旋回の仕方。もしやじゃないのっていうくらい。いいね。これはいいぞ、ほら。釣れや。まあまあいいサイズの釣れでございます。さすがやね、分かってるな。やっぱりメディアングラーたるものを見せないとダメでしょ。ほら、味がけしてるみたいな感じ。味がけ、このかかり方はえぐい。逆になんでこうやってかかんだよ、おかしいでしょ。いっぱい追いかけてきようちことやね。さすがです。さすがに恥ずかしいわ。がっつり流します。
ダブルヒット狙ってます。かけちゃおう。なかなかないよ、 D 社のリンタコさんと T 社の味神くんが D 社。全然釣ってなかった。ここで急にトシ乱入。トシログインした。ログインおいおいおい、手前か、手前か、手前になったかな。手前だ、手前やった。リンダキさん先制しております。待って待って待って、よっしゃ、手前でした。ナイスフィッシュー、フィッシュー、いいだけやん。さすがっす。これで小さい方ですからよ。俺以外全員釣ったもん。おめでとうございます。味神さんがまだちょっと待ちましょうかね。あ、待たなくていいですか。あれ、いやもういいよ。無理、急に無理が連発しだした。あーもうワープ釣れたくさい。急にどうした。あっち行けよ。あっち行けよ。トシヒット。まずれてない、全然。おお、お、でかそう。引いてますね。当たった瞬間にすごく良かった。そんなに大きくないやん。でもいやいや、でも尺ぐらいあるじゃないですか。尺ぐらいか。ナイスフィッシュ。尺でもね。あ、こんなもんかって感じになっちゃうよね。でかいよ。でかい、でかい。マヒってっか。普通に贅沢病じゃないですか。マヒってきたら帰れませんね、これは。ありがとうございます。やべ、レンジ迷子。だいぶ。ムーニーに聞くべきや。ムーニーレンジどんぐらいか。入ってくんな、入ってくんな。でかいよ。いや、マジかい。これ腹パンやね。今日当たりやね。30と40のちょうど間ぐらい。35やね。あ、ここここここ、これこれこれ。ほら、そうやろそうやろ。来た来た。この感じだ。上がった、塩かみのこの感じだ。いや。オーケー、イエス、 AJI、 おー、来た、よっしゃ、来た、ダブルやった。リンダキさん来ました。リンダキさん、ちょっと待ってね。ケニー、タケニー、タケニー、タケニー、ちょっとこんな時にかけて、ちょっと大きい。タケがいい味、来るよ。あ、でかい、でかい、俺のよりでっかい。おー、やりました。やりました。なかなかない、このコラボレーション。おめでとうございます。いや、これで一歩、味神に近づけましたかね。はい、いや、私、地元なんで、やっぱ。まだ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 差があるようですね。頑張りましょう。はい、頑張ります。おめでとうございます。マットの箸は、え、なんで俺の箸出してねんだろうね。いただきます。はい、牛か、テンション上がるよ。私今夏がダメやけんさ、寒いの我慢できる。そう、お湯どうしてるんですか。お湯沸かしてるんですか。ああ、すごいいい流れちゃうね。おすすめのものがあります。まあ、教えられないけどね。あれ知りたい方はインタコミックのスリジャンプ概要欄にいつも記載してます。あれ、何でかいわ。概要欄にいつも記載してます。記載してます。寒さで、寒さでね。撮りたいね、この日は。撮りたい。いや、天気のいい日に来た。1週間近くもいたのに、まともに釣りできた日がほとんどなくて、ね、ずっとしけでしたもんね。ずっとしけでしたね。寒くて明日行けるかなと思って雨降るでしょう。そうですね、明日雨ですね。また来るしかないね。また来るしかない。また来ればいいんだよ。お二人キャンプとかもやられるんですか。なんか好きやけど、あんまり道具とか揃えてないです。でも準備大変ですもんね。なんかおしゃれキャンプじゃなくてその場キャンプやね。あ、それがもうコンセプト。でもいいっすよね。その場で、その場ですぐやっちゃう。そうそう、うん、もうここにテント立てるぐらいの感じでゆるーくね、うん、あんま知識もないけど。いやいや、そんぐらいがいいっすね。
あんま何でもそうだと思うんですけど、釣りでもね、もう上手くなりすぎちゃうと分かるじゃないですか。もう釣れんとか、ワクワク感がなくなっちゃうと、ちょっとなんか本来の面白さがなくなっちゃう。今ぐらいのこの知識のなさがね、ちょうどいいキャンプは楽しいです。さんの2000円のリールと竿セットで味釣りしてるような感じ。いい感じですね。ちょうど楽しい時ですね。ちょうど楽しい。今が一番楽しい。今、うん、ここ選んで。そう。うん、何匹欲しいんだっけ？いいよ。ほぼほぼ持って帰っていただいて。長。どこ？市場で見るやつだ。はい、そうです。これなんか序盤に釣れてる感が長いね、うん、でかあ、やっぱ綺麗やね。並べたらね、割と綺麗じゃん。もう入れまくって3段ぐらいまでできるけん、まあ、そこまでいかってじゃあこれ2段までにしようか、うん、そうする。じゃあ2段までに、まあ、こいつはうまいやつや、ね、うまいな。うまいやつやね。少しOK。ありがとうございます。お帰り。いや嬉しいね。でしょ。はい。味神様に最後お礼をしないと。あ、最後なんですか。おいで。プッとか言うけど取った今。取ってなかった。バカ野郎。もう2回目ないよ。2回目はない。ごめんなさい。なんでお前がカメラに。違った。最後の最後で。いや、もう一回お願いします。今いいですか。ごめんなさい。味神様よ、はい、ありがたや、ありがたや。どうしたらいいとこ。どうしたらいいとこ。串田さんにナンバーお願いしたと。よいしょ。コーヒー乾杯。まあまあまあ。なあ。一気一つで全てが自分の心が賄える。カップル？結婚してる？どうしたらみたいな。見ますよ。二人の前。まるで付き合ってるかのような。中は良いよ。ここ見たいね。ちょ待って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 。